市内初日5レース走る、埼玉地元の山口智子選手です。よろしくお願いします。今季、S級に上がられて結構走られてますけれども、まあ、そのあたり、まあ、しっかり決勝にも乗ってっていうところで結果も出てるのかなと思いますけれども、ご自身的にはいかがですか？そうですね、まあ、まだ結構慣れるように頑張りながらみたいな感じなところあるんで、まだしっかりちゃんとこなして走れるようにはなっていきたいっていう感じです。まあ、今回、地元記念ですけれども、まあ、記念自体は、2本ですね走られてっていうところ、急車立てっていうところは慣れてきましたか？急車立て、まあ、まだ2場所しかしてないんでそんなに慣れるっていう感じではないですけど、まあ、そうですね、それなりに一着取れてるレースもあるんで、まあ、そこは自信持ってやっていきたいと思います。それでは今回が、地元記念初めてというところになりますけれども、やっぱり緊張されてますか？緊張しますね、結構、はい。ちなみに、まあ、ここまで、まあ、22日空いてというところで結構空きましたけれども、練習自体はここに向けてどんな風にやってこられましたか？まあ、そんないつも通りな感じではあるんですけど、まあ、しっかり休みと練習と両方入れながらしっかり調整はしてきたつもりです。ありがとうございます。それでは最後に、今回さんの意気込みですね、一言お願いします。はい、しっかり、自分のレースをできるように頑張ります。よろしくお願いします。